こうなりますとリプコフスカヤがですね、計算上では 9.790 以上を出せば初優勝、はあ、9.790 以下なら、セレブリアンスカイの4連覇ということになります。まあ、完璧にやれば出ると思うんですが、どうなんでしょう。注目しましょう。最終演技者となりますリプコフスカヤです。選手はこういう連続性ですね、ピボットをした後に潜り回転とか、そういう連続性があると思いますね。アチチュードのピボット、そしてダブルピボットですね。初優勝に向けての気負いを全く感じさせない力強い演技です。リボンに命が吹き込まれているんですね。本当にそういう感じですね。さあ投げ決めている。低いところで取っている。さあ18歳の新女王誕生となるのでしょうか。リプコフスカヤエンディングを迎えています。リボンと、どうなんだろう。さあこれでどうでしょう。点数 9.790 以上となりましたら、このリプコフスカヤがセレブリアンスカヤを抑えて初優勝ということになります。山崎さん、これ可能性としてはでしょうね。投げは多少不正確だったんですが、はい、意地で取ったっていう感じがするんですよね。低いところで取っただけに、まさに 9.955。 この瞬間ロシアのリプコフスカヤが初優勝、ついにセレブリアンスカヤの牙城が崩れました。